エジーなお標準ではデスクトップ壁紙にダイナブックのロゴ入りコンピュータグラフィックが設定されている。写真はショートカットやウィジットの配列が標準ではない。ダイナブックエジーとは東芝が販売している Android OS を搭載したクラウドブックである。同社ダイナブックシリーズの2010年夏、モデルとしてリリースされた。本端末は 形状はノートパソコンそのものであるが、そのアーキテクチャは PC、AT の流れを組むものではない ARM アーキテクチャのため、パソコン一般との互換性は低い。口実するように、USB 接続の一部機器は利用できるが、その拡張性は限定的である。OS は Android 2.1を搭載しており、製品のカテゴリーとしてはスマートブックに該当する。 ただし東芝側は公式にクラウドブックと表現している。2011年2月24日からは Android 2.2へのバージョンアップが可能となった。このことにより Adobe Flash コンテンツに一部対応した。なお製品リリースはグローバル展開され、東芝 AC100 という名称でヨーロッパ諸国などでも発売されている。日本において AG は Wi-Fi 搭載タイプと Wi-Fi NTT ドコモの方がハイスピードの通信モジュールを搭載したタイプがある。スマートフォンで利用される OS である Android OS を利用しているが、前述の通り形状は10インチ以上のディスプレイと、ノートパソコンと遜色はなく、キーボードにはファンクションキーこそないが、その代わりにメディアプレイヤーアプリケーションを直接操作したり、タッチパッドや無線 LAN などを入り切りできる機能が、 割り振られた専用のボタンが設けられており、また Android 端末に標準的に見られる。ホームキーや設定キーなどもキーボード上に設けられている。基本的な画面の操作はタッチパッドを使って操作をするが、スマートフォンやタブレットのようにタッチ画面は搭載していない。ウェブカメラを搭載し、撮影した画像内蔵ストレージや SD、 メモリーカードカードへ保存することが可能である。ハードウェア的にパソコン一般のアーキテクチャを採用せず、Android を利用し、携帯機器の延長にあるアーキテクチャを採用、さらには省電力プロセッサイヌビリアテグラを採用しているため、Windows を採用する、Windows PC に比べ電池への負担が少なく、長時間の利用が可能となる。また、ストレージには HDD ではなく、ただし、 サスペンド状態のままでも音楽プレイヤーは継続して再生を続けるなどしており完全なスリープ状態になるわけではない周辺機器としては標準的に SD、SDHC スロットを備えておりまた HDMI 映像出力を備える USB 経由でマスストレージクラスに対応パソコン一般向けの USB メモリやハードディスクドライブなどの一部が利用できるほか マウスキーボードなどにも対応するとしている。ノートパソコン的な外見であるが、いわゆるパソコンではなく、アンドロイド搭載製品ではあるが、スマートフォンのような製品とも違うことから、変な端末と呼ばれることもあるが、動作時間の長さやキーボードの扱いやすさを評価する向きもあり、また、実製価格が極端に安く競合製品よりも、廉価であるため注目を集めている。なお、 一般的なモバイルノート、PC と異なり、特定家庭用機器最小品化法に基づく、PC リサイクル対象商品には該当しない。ちなみに、東芝は2010年夏、モデルとして本製品をリリースこそしたが、2011年11月現在において、その後は同系列のスマートブックをリリースしておらず、テレビ受像機や DVD レコーダー、 BD レコーダーを含んだ統合ブランドレグザのうちに、Android OS を搭載したタブレットコンピュータのシリーズを展開している。AG-05 マナ、AG-05 マナドック、AG-05、MG Android のスマートフォンとは違い、Google のアプリケーションはプリインストールされていない。そのため、 アンドロイドマーケットは利用できずアプリケーションを追加する場合は東芝が用意したアプリケーションマーケットやベクターといったサードパーティーのアプリケーションマーケットを利用することを想定している。ただしベクターは2011年10月にビッグローブ提供のアンドローナビは同5月にアプリケーションファイルの直接的な提供を終了東芝側のダイナブックサポートサイトである。 東芝プレイスでもアプリケーションの提供は行われていない。プリインストールアプリ東芝メディアプレイヤードキュメント2号。ありがとうございます。